さあ、それでは今日も続きやっていきましょう。こちら、今回からこの床も綺麗にしました。以前このデコレーターで色々と壁を変えたりしましたけど、床を変えられることを気づいてなかったんですよ。<laughs> こちらコメントで教えていただきまして。床もこんな感じで綺麗になっています。さあ、そしたら今日はこの CPU の交換と、そしてグラフィックボードの交換ですね。こちら前回パーツ予算をだいぶ多くもらった。 えー、こちらの依頼をやっていきましょう。さあ、これでこちらにパソコンが届いていて、さらに、こちらが CPU と、そしてこちらが GPU、グラフィックボード。よし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 。ただ、ここら辺の作業ってもう、今までと同じ感じかな。とりあえずこれで、同じようなところは、えー、結構カットしながら進めていきましょうか。うわ、すごいな、これ。<laughs> デコレーションしている。おー。 そしたらこちらは CPU の交換。あ、これこういうタイプの、あれなんだ。ケースなんだ。すごいな、これネジとかなくて。えー、これ掃除しやすくていいっすね。掃除しやすいと言うのもまあ別にネジを外す方も掃除しにくいわけじゃないけど、ネジを外すタイプだと、結構こう、億劫になってしまう <laughs>。パソコンをケース開けるときに、さあやるぞみたいなそういう気合い入れてやらないと、なんかやる気が起こらない <laughs>。 <laughs> 感じだけど、これ、パカッとすぐに外せるなら、気になった時にすぐにシャーシャーシャーって掃除できそうですよね。まあいいか、とりあえずこれでやっていきましょう。そしたらこれで CPU をまず取り外す。そしてこちら新しい CPU、これを、えー、ここに入れる。んで、あれもやんなきゃいけないですね。グリス。サーマルグリスを。これは、まあ真ん中でいいか。真ん中に <laughs>。これで塗って。 でそしてファンを入れるよし、これで OK か。これで、よし、あ、これでパソコン入りますね。よし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 。これで、よし、ちゃんと起動した。OK。そしたら、これを、ここに完了。置いて、よし。 そしたら次はこちら。グラフィックボードの交換。よし、外して。そして新しく買ったこちらの G-Force GTX-970 Gamer XL。よし。これをここにつける。よし。これで起動確認をします。OK。よし、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 よし。よし、問題なく起動した。OK。 そしたら、これも、こちらに置いて、今日の仕事終了 <laughs>。これでだいぶお金入りますよね。まずこちら、CPU の交換で、え利益が245ドル。そして、をショップがアンロック。あ、これで店舗をリフォームして、自分で PC を組み立てて販売することができるようになる。あ、そうなんだ。今までの修理だけじゃなくて、 自分で組み立てて販売。へえ、えそしてさらに、えグラフィックカードのアップデートで、利益は540ドル。<laughs> すごい。今日1日で800ドルぐらい稼いだ。800ドルというと、えぇ、12万、えそんなに ?800 ドル ?1 ドル150円として、12万円。1日でまじで <laughs> ?1 日12万円。これ材料費とか差し引いてそれですもんね。 あらりで1日12万円。す、<laughs> すごすぎる。12万円で20日間働いたとして、月240万。<laughs> 月240万。まあ、こんなにうまくいくことばかりじゃないと思うけど、そしてこれどうしようかな。新しい、いろんな依頼来てますけど、うん、ケースのペイントとか、こういう一度やったものに関しては、 うん、まあ、カットしていきましょうか。それか、受諾しないという手もあり、ありなのかあ、そしてこれがさっき、ちらっと出てきた。あれかな、新しく、パソコンを自分で作ってそれで販売できるというものかたったの500ドルで、PC の販売や修理をできるよう、当社がショップ正面を完璧にリフォームいたします。500ドルか、ほう、今、2400ドルある。これで全く新しい収益の流れが手に入る。何よりも、すべての作業を一晩で完了することをお約束いたします。すごいな。 ほう。そしたらこれやってみましょうか。500ドル支払う。よし。そしたらこれで次の日に行ってみましょう。うおー、すげえ。<laughs> 本当に一晩でガラッと変わった。新しいショップの開店準備ができました。あなたのショップがオープンしました。 ワークショップの反対側に行って新しいショップを見てみましょう。追加の作業台、追加の配送スロット8つ、ディスプレイ2機が付いています。さらにもっとディスプレイを設置できる余裕もあります。ディスプレイに販売したい PC を設置して、パーツリストを操作して価格を決定しましょう。はあ、これでだいぶ自由に色々できるようになったんだ。ほう、すげえ。あの、キャタツとかが置きっぱなしだった。このエリアが。 はあ、在庫切れ。なるほどこ。あ、こういうところでライトアップして飾ったりもできるんだ。はあ、すごいな。モニターとヘッドホン。そしてあとパーツ。これグラフィックボード。うおここら辺にもいろいろ飾れるんですね。すごいなあ、キーボード。そして、あ、マイク。マイクとマウスと、そてタブレットも置いてある。ほう。 そして、マザーボードとかのパーツも、ほぁ、すごいな。これで、これを押して、おっと、いろいろ。アプリを開く。はい。スペア N リペア。スペア N リペアは、壊れた PC を購入できるお店で、これを修理して自分のショップで販売できます。はあなるほど。セールは毎日アップデートされるので、メールの本日のセールに注目しましょう。なるほど。そしたら、まずこれで、 壊れた PC を購入。これが利益320ドル。で、破損している箇所は、これか。チームグループ T-Force。なんだこれは。<laughs> 何のパーツかわからないけど。まあ、とりあえず買ってみましょうか。えー、これで PC が配達されました。もう配達されたえっ、ー、と、そしたらこれで、えー、っと、じゃあ、これでこっちにもう来てるのかな今日。うっといや、来てないな。配達された。あれ 配達されたっていうのは、今配送しましたよっていうことか。あ、違う、こっちが、あ、ここにあったここにあったわお,お店の、えー、ここに置いてあった。<laughs> もうこっちに来てるんだ。えーと、そして、ここは、PC 状況、パーツが破損してる、おっと、ラムの交換か。この PC には壊れたラムが刺さっています。ケースを開き、古いスティックを取り外し、新しいものを差し込みましょう。ほう。 えー、ラムってメモリーのことですよね。ラム、ラム、あれラムってメモリーですよね。えっ、ー、と、待ってよ。まずケースを外して、壊れたラムを取り外す。左、うーんーと、これ、あ、そうですね。ここのメモリーの、これを外して、そしてこれをガシャッと取る。<laughs> これ結構力入れないと、メモリーの取り外しってできないんですよね。 初めてたときなんか、ここら辺力入れて、差し込んだり、外したりしていいものがすごい <laughs>、怖かった覚えがある <laughs>。えー、そして取り付け。これ、メモリ、メモリってあるかあ、ここあるわ。うんと、そしたらこちら。チームグループ T-Force Dark 16 GB 2400MHz。よし。これを取り付ける。取り付ければもうこれ横の、さっき外した、ここの部分は自動的にカシャってしまうんですよね。えー、これで、んさらに取り付け。あ。 これか。外した。これを、つけて。よし。そしてまた、起動確認。これで、よしよしよし、オッケー。おー、これで PC を拾うそれでは、PC をショップに持っていき、現金に変えましょう。よし。ええー、そしたらとりあえずこれ電源、んあれ電源落とせない。 あれはいか。<laughs> で、電源 <laughs>。電源入ったまま、ケーブル、引っこ抜いて <laughs>、大丈夫かこれ。<laughs> えっと、そしたらこれ、あ、もう展示する場所決まってる。ここに展示する。よっしゃ、さささささ PC の販売へようこそ。これで、おおっと ?PC 名を編集する。ここをク左クリックして、この PC の名前を編集する。えっ、ー、と、そしたら、 よし。キリア1号。<laughs> キリア1 <laughs> えー、そして PC の価格、えー。これは自動的に希望小売価格に設定される。はあ、なるほど。あ、ここを押すと価格を編集できますが、今は希望小売価格にしておきましょう。なるほど。うんで、PC の名前を付けることでボーナスを獲得。ああ、これで色々とカスタマイズすればするほど価格は上がっていくという感じになるのか。ほお、そして、 そしたらこれで売却する。明朝に確認しましょう。推奨小売価格 RRP を超える値段を設定すると PC が売れるまでに時間がかかる場合があります。なお、値段は最大で、小券にプラス50%を加えた価格まで設定で可能です。んで、いろいろカスタマイズすると、えー、高い価格で販売できる。なるほど。ほい。よし。<laughs> そしたらこれでキリア1号。 これが売れるかどうか、えー、また明日まで、また時間飛ばしていきましょうか。お、初の PC 販売おめでとうございます。収益はお手元のタブレットとショップセールアプリで確認できます。おー、すげえ。これで売れてますね。おお。えー、これが店舗売り上げ。えー、この数字は PC 組み立ての費用を差し引いてどれだけの利益が出て、出たかを示しています。 なるほど。利益395ドル。そしたらこれ受け取る。よし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 。そしたらこれでまた PC を修理して販売できるということか。いろいろ自分で好きなように組み立てて売るというのはまだもうちょい先なのかなそれともショップでいろいろ全部パーツを買ってしまえばできるのかただケースから1から組み立てるってまだ全く <laughs>。 わから、あ、これまだできないものもある。ロックされているのもある。うん。まあ、とりあえず今は、チュートリアルに従って、このリペアをやっていきましょうか。あ、<laughs> 結構この、日つ進めていたら、大家さんからメール来てました。大家さん、<laughs> 家賃の支払い期限が過ぎています。800ドルをお支払いください。払いましょう。 よし。これは結構楽しいですね。あ、利益高いのがある。利益341ドル。これ全部やるのがめんどくさいんで、えー、<laughs> 一日一件ずつくらい今修理してやってるんですけど、うん、この利益高いやつが破損してるのが EVGAX299 マイクロ。これだけ見ても自分なんだかわからないので、えー、ググってます <laughs>。 詳しい人はもうこれを見ただけで、どのパーツかがわかるんでしょうけど、私は全くわからないので、EVGA X299 マイクロでググると、んこれはなんだマザーボードマザーボードが壊れてるんだ。ほう。これ初めてだな。そしたらこれ買って、そしてショップで、マザーボード。あ、これですね。EVGA X299 マイクロ。 で、これ、同じパーツを買わなくても、安いのを付けたり、あるいは、もっとバージョンのいいものを買って、それで値段を高く売るとか、いろいろできるんですよね。ただ、これ、マザーボードだと、どうなのかな互換性とか、他のパーツとの互換性とかもあったりするのかなちょっと全然自分詳しくないから、そこら辺わからない。いいので、え、まあ、同じものを買っておけば、間違いないんでしょう。これを買いましょう。これ買って、で、まあ、当日でもいいんですけど、まあ、これは翌日配達にして、そしたら、これで、 もうここまで進んできました。これで次の日にする。あ、これ売り切れ、売れ残ってる。キリア7号、1319ドル。希望小売価格から50ドル上乗せして、販売確率96%で売れなかったのか。まあ、あとりあえずこれで売っておきましょう。そしてさっき注文したの来てますね。よし、これのマザーボード買って、そしてさっきの PC。 これをここに置いて、そしたらこれケース外して、これマザーボードの交換ってこれ全部外さないといけないのか <laughs> ですよね。<laughs> かなりめんどくさいけど、まあ、やっていきましょう。よし、これで全部外したかこれでマザーボードを、これ取り外す。よし。<laughs> すっからかんなりますね。えー、そしたら、これでマザーボード、こちらですね。えー、さっき外したのが、こっちの、破損した方で、これも売っちゃっていいか。売って、<laughs> 4ドル。えー、そして、これを、ここにつける。よし。そして、これで外したものを <laughs>、どんどんつけていく。この <laughs>、グリスも塗って、 これどっちだったっけど、どっちだっけ一 <laughs> つ、メモリが余ってたんですよね。一つメモリが余ってるのがあったんだけど、これ、今外したのどっちだ <laughs> とりあえずこの周波数がちょっと違うだけか、まあ、こっちでいいか。これを入れて、グラフィックカードも外したのどれだグラフ、<laughs> あ、でもこれ全部一緒か。ちょっと余ったパーツをいくつか持っている状態だけど、 よし。グラフィックボードってこれ、二つ付けたりとかもできるんですね。そしてケーブルも全部付ける。よし。これでパネルも付けて、OK ですね。そしたらあとは、これで起動確認する。で、起動確認するときに、これ、BIOS に行ってオーバークロックすると高く売れるので、まあこれをちょっとだけ、 上げておいて。よし。さあ、これで。よし、起動しましたね。よしたら、これで OK。あと、ついでに。このペイントもしておくと、またそれだけで高く売れるので <laughs>、ちょっとやっておきましょうか。んここなんか。 黒、んなんかここだけ塗れないぞ。なんだこれ傷ついてるあれ傷ついていてもその上から塗れないなんか余計なんか目立つ変な感じになっちゃったけど <laughs>。ま、いっか。とりあえずこれでいこう。これで、こちらにケース飾って、名前キリア8号にする <laughs>。これでだいぶ高く売れますね。さらにここから、 50ドルくらい上乗せして、これで96%の確率で売れる。少し資金に余裕があれば、もっとさらに値段上げてもいいかもしれないけど、まあ、これで行きましょう。よし。さあ、これで <laughs>、キリア8号と、そしてこっちにキリア7号がある状態。そしたら、これでまた1日を終了して。さあ、これで、あ、売れてますね。8号、7号両方売れてる。よし、よ,よ,よし、よし、よし、よし。 そして売り上げ。えー、こちらが利益689ドル。これがさっきのキリア8号の方ですね。そして7号の方も673ドル。利益出て、合計で1300ドルぐらい。よし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 。<laughs> さあ、こんな感じでお店をガンガン回していきましょう。で、これってエンディングとかあるのかなそれ、それと <laughs> もずっとこれで <laughs>、やり続けるだけか とりあえず来月とかになったらまた何かイベントとかあ、公共料金の支払いとかもあるのか。で、さらに進めていけばもっとやれることも増えていったりするのかな。ちょっとこちらは毎回ゲームを進めていくというよりは、ちょっと不定期でやる感じにしようかな。かなり面白いゲームですけど、なんかやることが結構同じ感じなんですよね。<laughs> パソコンを修理して、そして直していく。もしかしたらもう完全に1から、 ケースを買って、マザーボード買ってとかやると、えー、自分で全部全く新しく作るというのももしかしたらできるかもしれないけど、その場合ケーブルとかも買う必要あるのかなここら辺全然わからない <laughs>。ここら辺自分は全然わからないんですよね。まあこれもある程度進めていけばそういうチュートリアル的なものがあるかもしれないし、まあとりあえず今回はここで終わりにしましょうか。よし。それでは今回はこの辺りで終わりにしたいと思います。 最後までご視聴ありがとうございました。もしよろしければ動画の評価をよろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。それでは。